んにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美希です。今回のテーマは真空です。真空とは空気がない状態のことを言うんですが、それってどんな状態なのか、今回はいろいろなものを真空状態にする実験をしたいと思います。さらに動画の後半ではホームセンターの道具で作れる簡単真空装置の作り方もご紹介しますので、ぜひ試してみてください。それでは今日もレッツサイエンス。さあ、ここに真空装置を用意しました。これ初めて見る子もたくさんいるよね。どうなっているかというと、ここにいろんなものが入って、そして蓋をして、こっからどんどん中の空気を抜くことができるんです。この真空装置を使って、まずはじゃん、これマシュマロです。とっても美味しいですよね。じゃあこれを真空装置の中に入れてみたいと思います。さあ、そして蓋をして空気を抜いていくと、マシュマロはどうなるでしょうか。ここでクイズです。1番、マシュマロは大きくなる。2番、マシュマロの大きさは変わらない。3番、マシュマロは小さくなる。4番、マシュマロは白鳥になって飛んでいく。さあ、どれでしょうか。みんな予想してみてね。さあ、じゃあみんな決まったかな。今からスイッチを入れて、この中の空気を抜いていきます。マシュマロの様子をよーく見ていてね。いくよー、せーの。すごいすごい。お、落ちた落ちた。すごい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 。さあ、どん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 、わー、今ね膨らんでいって、あ、落ちちゃいました。どんどん膨らんでいって、落ちて、おー、大きい。美味しそう。はい、ということで、今どん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 空気を抜いていったら、なんとこんな感じでマシュマロが、わっ、大きい大きい、すごいすごい。はい、ここまで来ました。さあ、なんと真空装置の中の空気抜いていくと、マシュマロは大きくなるが正解でした。今度はこの中に空気を戻してみたいと思います。さあ、マシュマロはどうなるでしょうか。よく見ててね。せーの。元のマシュマロがこれぐらいの大きさだったんですが、今度空気抜くとこんなになんかすごい潰されてシワシワな状態になっちゃいました。はい、ということで白鳥にはなりませんでしたが、なんとこのような変化が起きるんです。じゃあ、ちなみにこれ食べてみましょうかね。おいしいのかな。うん、新食感。なんかお餅みたいにすごい、なんかなんだろう、もちもちしてる、なんかなんなんだこれはっていう感じですけど、はい、ということでこのようにマシュマロは変化をしました。さあ、なぜマシュマロが真空状態になるとこのように膨らんだかということを説明したいと思います。まず、このマシュマロの中には多数の空気の泡が実は入ってるんですね。とってもふわふわしてるのはそのおかげでもあるんです。普段はこの
マシュマロの中の空気と外の空気同じ力で押し合ってるので、まあ何も起きませんよね。ただ真空状態にして外の空気を少なくしていくと、今度はマシュマロの中の空気の力方が押す力が大きくなりますよね。そうするとマシュマロがどん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 大きくなったということなんです。でその大きくなるときに、このマシュマロの中の気泡のいくつかは破裂してしまいます。なのでまた外の空気が戻ったときに、今度はこのようにシワシワになったということなんです。さあそれでは今度はお水をこの中に入れて、どん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 空気を抜いていきたいと思います。さあお水は空気少なくなるとどうなるんでしょうか。みんなも予想してみてね。それではどんどん空気を抜いていきます。スイッチオン。あ、なんか泡が出てきた。泡が泡がね、どん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 今下から上にポポポポって出てきてますね。見えるかな。すごいすごい、ほらほらほら、すごい泡が今いっぱい出てきてます。ブクブクブクって、あブクブクしてきた、ブクブクしてきた。すごいすごいすごい。見て見て見て、ほら、あすごい、もうブク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 してますね。これ実は沸騰しているんです。すごいブクブクしてましたよね。じゃあこれ本当になんか熱くなってるのか、今から触ってみたいと思います。いきます。あ、あれ、そう、これ実はお水のままなんです。冷たいままブクブク沸騰してたということなんです。もう不思議でしょう、これ。何が起きたかというと、このように空気の少ない状態では沸点が下がるので、このお水の低い温度の状態でもなんと沸騰したということなんです。すごい不思議だよね。全然冷たい。それでは今度はスピーカーをこの中に入れてみます。スピーカーを真空装置の中に入れて音を鳴らした状態で空気を抜いていくと何か起こるかな。さあ皆さん予想してみてください。それでは空気を抜く前にあの音楽流しちゃいましょうか。ミキラボのテーマソングお願いします。さあ聞こえてるね。さあ今はまだこの中の空気抜いてません。この中に空気がある状態なのでとっても聞こえてますね。はい、じゃあこの状態で空気を抜いていきます。いきます、せーの。聞こえるけど、さっきよりも音の大きさが全然違いますね。ということでこのスピーカー音鳴らした状態で空気を抜いていくと音が聞こえにくくなるが正解でした。さあなぜこんなことが起きるかというと、音っていうのは空気を振動して伝わっていくので、今この中の空気少なくするとその伝える空気がなくなっちゃったってことなんで伝わってこないんですね。あーなんかね、寂しくなってるんだろうねこの中で。なってるんだけど、それがその空気を振動しないのでもう伝わんなくなっちゃったっていうね、残念だね。じゃあ今度は空気を戻していきたいと思います。いきます。
てきた、すごい聞こえてきた。おお、いい感じの時だ、ちょうど。あー、もう聞こえたね。よしよし、聞こえました。はい、ということで空気を戻したら、また空気を音が振動して私のとこまでこう届くようになりましたね。はい、最初に猿がカメラ持った時みたいな。なんだろうこれみたいな。やるんですよね猿。自撮りするんで。はい、頑張ります。実験しよう。はい、ということで今回はこのスライム、みんな触ったことあるかな。私も今回初めてやってみるんですが、何か起こるといいね。それじゃあやってみましょう。よく見ててね。あーすごい、早速なんか空気の泡大きくなってるよ。ほらほらほら見て、やっぱ見たらわかるかな。ほらなんか空気の泡がさ、なんかボコボコになってる。上の方とかさ、はじけちゃった、はじけちゃった、はじけちゃった。さっきの、うわー、はじけた。すごいすごい。なんか見えたな、ほら。どん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 、なんかスライム自体もさ、全部見て、なんかスライムさ、最初半分ぐらいまでしか入ってなかったのに、今もう全部溢れて、溢れる溢れる溢れちゃう、溢れちゃう。すごくない？うわー見て、溢れる溢れる溢れた。すごいすごいすごい。これすごくない？どん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 溢れてってる。これさ、マシュマロようにインパクトあるんじゃない、もしかしたら。すごくない？でっかくなりすぎなんだけども、なんか綿あめみたいになってるし。でかいでかい、まだまだ行くの。よだれ出ちゃった。びっくり。こんなに大きく、こんなに大きくなるの、すごいすごい。まだ行くの。ちょっとこういう風にな、どん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 大きくなって、で大きくなりすぎた空気の泡は今破裂しているような感じですね。もうこれ埋まっちゃうんじゃない、このまま真空装置が。ずーっとだね、ずーっと中から溢れて、で大きくなった泡は弾けてるね。すごいすごいすごい。ちょっとこれ、これすごいすごい。こんな感じかな。はい、すごくない、見て見て、こんなに半分、コップの半分ぐらいしかスライム入ってなかったのに、どん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 大きくなって、今もはや溢れ出してしまいました。すごい。じゃあそれでは今度またこの中に空気を戻していきたいと思います。どうなるかな、いくよ。どうなるんだろう。はい、いきます。はい、いきます。やば。もう絶望するんだけど、これ私の大事な真空装置がさ、もうスライムでベタベタになってるじゃないの、もう。ということで、ちょっと開けてみると、さあこのようにさっきまでブクブクね、あの泡がモコモコってなっていましたが、その空気の泡も全部潰れちゃって、なんかもうただのドロドロした物体になりました。触ると、まあ普通のスライムではありますね。ただ中にさっきまではちっちゃい気泡があったんですけど、それがもう今は
ない状態ですね。さっき大きくなった時にその中の空気の方が大きくなっちゃって、でそれが大きくなりすぎると弾けちゃったので、また空気戻すと、もう中のほら気泡が、ね、全然ないような状態。またこういう風に取っちゃうとね、空気が中に入っちゃうけど、まあでもスライムはスライムですね。はい、ということで、もう私はこの私の真空装置がこんななっちゃって絶望してます。はい、ということで真空ってとっても面白いですよね。じゃあ今度はみんなの自由研究のためにホームセンターの道具でこの真空装置を簡単に作る方法をご紹介します。ゆっくりやっていくので皆さんぜひ試してみてくださいね。ではまず用意するものは、はい、こちらシリンジ注射器ですね。これホームセンターの園芸コーナーとかにこうね、植物に刺すように売っていますので、ぜひチェックしてください。そして今度は吸盤、ペタってくっつくやつですね。そしてこのような空き瓶、これも100円ショップとかホームセンターで売っています。さあ、そしてビニールテープ、あとはハサミ、最後はこの先の尖った切りを用意します。まずはこのシリンジのノズル の出っ張ったところがある面のところに一つ穴を開けます。これは硬いのでちょっとね、保護者の方にも手伝ってもらってみてください。ここに穴が開きました。そしたらこのシリンジに貼るためのビニールテープをカットします。でこれどのようにカットするかというと、ちょっとね、小さい四角を2つ作ります。これ半分ぐらい切って、さあ、ほんと指の先に乗るぐらいの小さな2つの四角ができました。そしたらこのシリンジのさっき開けた穴ありますよね、ここに表から塞ぐように貼ります。そしたらちょっとここが難しいんですけれども、このノズルの裏のところからこのもう一枚のテープを貼ります。こうやったらぴったり貼ることができます。はい、ビニールテープが貼れたら、今度はこの吸盤のこの先のところに穴を開けておいて、このシリンジにくっつけたいと思います。穴にシリンジのノズルを差し込みます。次は空き瓶の蓋にこのように切りで穴を開けます。これも勢いよくやるとちょっと滑ってしまったり、まあ、手に刺さったりして危ないので、保護者の方と一緒にやってみてください。さあ、これで完成です。はい、ということで自分でもこのように真空装置を作ることができました。じゃあ本当に空気を抜いて真空に近い状態作れるのか、今から実験をしていきます。さあ、みんなの、まあ、身の回りにあるものだと、こういう100円ショップで売っている風船とかをこのように空気をちょっとだけ入れた状態で縁の部分をしっかりと縛ります。そしてこの中に入れてしっかりと蓋をします。さっきの真空装置もね、
しっかりと蓋しましたよね。でこれは結構きつめにっていうぐらい閉めてください。じゃないとここから空気が漏れちゃうのでしっかりと閉めてください。このノズルが出てるところがちょうど穴のところに来るようにして吸盤をペタッと貼ります。さあそれで今からこのシリンジを動かしていきます。で動かし方なんですが、さっき貼ったビニールテープがこの弁という空気のこの出入りをしっかりとこう押さえてくれるような役割をするので、それをうまく使っていきます。引きます。そうすると空気をこの中にこっちに抜くことができますね。そして空気を出すときは外に出したいので、で押すとこっちから空気がまた出てきますっていうのを繰り返していきます。一応空気がこの瓶のところから漏れないようにぐるぐるに巻いていきたいと思います。さあいかにねこの空気が漏れないようにしていくかというのがポイントになるので、もしもうまくいかないよという人がいたら、どこからか空気が漏れてないか確認をしながらやってみてください。何回かやってるとねコツがつかめてくると思います。だんだんね硬くなってくるからね。おお大きくなってるどんどん周りの空気が抜けて大きくなってますね。はあやばい、虹は5 一番気にしてるんだからおお膨らんでますね。ふん、みんな立ってやった方が、ね、座ってやるとね力が入りづらいので、立ってやると結構引けますよ。だんだんね力が必要になってきます。これが動くっていうこのもん、また空気入れてみるよ。よかった、ついはい、ということで今日の実験みんなどうだったかな。真空本当に面白かったよね。特にあのスライムは私もびっくりして、もしあの大きいね真空装置持ってるあの人とかいたら、まあ、やってみてほしいんだけど、なかなかできないという人はまたさっきご紹介したホームセンターの道具でできるもので、簡易的な真空装置を使ってぜひ実験してみてください。あれでも本当に空気を抜くことができて真空状態を楽しめるので、とってもおすすめです。自由研究なんかでもいろいろなものを入れて真空にしてどうなったか結果をまとめると、すごく面白い自由研究になると思います。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。